中国怪奇小説集「岡本喜道」「海会の字」「聖夜堂は小石川のキリシタン坂昼でも木立の薄暗いところにある」「広東製の大きい竹細工のガマを床の間に飾ってあるので主人自ら聖夜堂と称している」「ガマは三本足で シナの一部に崇拝される聖夜神を模造したものである。この聖夜堂の広間で、俳句や書画の会が催されることもある。会談や探偵団などの良期趣味の会合が催されることもある。今年の7月と8月は初中休会であったが、秋の悲願も過ぎ去った9月の末、今日は 午後一時から霊会を開くという通知を受け取ったのであいにくに朝から降りしきる雨の中を小石川へ出て行くと参拝者はなかなかの多数でいつもの顔ぶれ以外に男女を混ぜて新しい顔の人々が10人余りも増えていた主人からそれぞれに紹介されて霊のごとくに坂が出る来会者もこれで揃ったという時に 聖夜道主人は一礼して今日の挨拶に取り掛かった。霊会は大抵午後5時か6時からお集まりを願うことになっておりますが、今日はお話しくださる方々が多いので、いつもよりも繰り上げて午後1時からおいでを願った次第でございます。そこで今日の会談会はこれまでと少しく方針を変えまして、 すべて、シナの会期段を主題にいたしたいと存じます。しかし、シナのことは私も何分不安内でございますので、その方面に詳しい方々にご出席を願いまして、順々に面白いお話を聞かせていただくはずでございますから、さようご承知を願います。今日の席上に新しい顔の多い司祭もそれで分かった。 主人は続いていった。シナの会奇団と申しましても、ただ万全と階段を語るのも無意義であるというお説もございますので、皆様方にお願い申しまして、遠くは陸長時代より、近くは前進に至るまでの有名な小説や筆記の類によって、時代を追って順々に話していただくことにいたしました。ともかくもこれによって、 死な歴代の怪奇小説、いわゆる司会の書がどんなものであるかということをご得得く,くだされば、今日の会合も全く無意義でもなかろうかと存じます。さらに一言申し添えておきたいと存じますのは、それらの司会の書が遠い昔から我が国に輸入されまして、我が文学や伝説に、 いかなる影響を与えたかということでございます。かの根尺物語をはじめとして、室町時代、徳川時代の小説類、ほとんど皆品小説の影響を被っていないものはないと言ってもよろしいくらいで、私がいちいち説明いたしませんでも、これは何の本案であるか、これは何の表説であるかということは、 少しく品小説を研究なされた方々には一目瞭然であろうと考えられます。花肌式は歴史上実在の人物の一字として伝えられていることが、実は品小説の本案であったというようなことも往々に発見されるのでございます。そんなわけでありますから、明治以前の文学や伝説を研究するには、 どうしても、まず、林法の品小説の研究から始めなければなりません。かを知らずしてこれを論ずるのは、源を知らずして末を探るようなものであります。と言いましても、シナの著作物は文字通りの環球重当で、単に司会の書だけでも実におびただしいのでありますから、容易に読破されるものではありません。 私が今日の会合を思い立ちましたのも、一つはそこにありますので、現代のお忙しい方々に対して、品小説の輪郭と、それが我が文学や伝説に及ぼした影響等を、いささかなりともお伝え申すことができれば、本会の至りに存じます。一口に小説筆記と申しましても、 その範囲があまりに広範になりますので、今日はもっぱら司会の書、すなわち祈談・怪談を語っていただくことにいたしました。無論、シナの小説なるものは大抵は幾分の司会気分を含んでいるようでありますが、ここでは明らかに司会に限りました。実際これらの司会の書が早く我が国に輸入されまして、 最も広く我が国の人々に読まれているのでございますから、その紹介が単なる了気趣味ばかりでないことは、宣告からの向上でご了解を得たかと存じます。ではこれからご順順にお願い申します。主人の挨拶はまだ長かったが、大体の周囲はこんなことであったと記憶している。それが終わって、 今日の講演者が代わる代わるに講話を始めた人もしごろに晩餐が出て1時間ほど休憩それから再び講和に移って最後の越尾騒動筆記を終わったのは夜の11時を過ぎる頃であったさらに坂のごちそうになって12時を合図に3回週商用葉老けても振りやまなかった この日の講話が即帰者幾人によって即帰されていたことを知っているので、私はその後に聖夜堂を訪問して、その即帰の原稿を借り出してきて、最初から繰り返して読んだ。即帰のやや曖昧なところは原本と対照して訂正した。そうして出来上がったのがこの一環である。仮に題して、死な回帰小説集という、 さらに、主人や講演書士の許可を得て、これを世間に発表することにした。書士に対して、彼氏、彼女氏の継承を用いず、単に男とか女とか記載したのは、私の無礼、ご勘弁を願いたい。言うまでもないことであるが、これらの書は皆その分量の多いものであるから。 もちろんその全部が紹介されているわけではない。主者は講演者の自由に任せたのである。が、その話はなるべく原文によることにして、みだりに造歩や省略を施さず、ただ日本の読者に分かりにくいかと思われるくだりだけに、あるいは多少の仲介を加え、あるいは省略するの程度にとどめておいたのであるから、その長短は 原文のままであると思ってもらいたいた原本には込み出しをつけてあるものとつけていないものとがある。それは統一の便宜上すべて込み出しをつけることにした。たとえ原本に込み出しがあっても、それがわかりかねるものや面白くないと思われるものは、私が随意に変更したのもある。これも私の無礼。 地下の原作者にお詫びを申さなければならない。総人記、陸長。主人の開会の地が終わった後、第一の男は語る。ただいまご主人からご説明がありましたとおり、今晩のお話は陸長時代から始めるはずで、私がその善行を受け持つことになりました。何と言っても、 この時代の作で最も有名なものは奏人記で、ほとんど後世の小説の奏を成したと言ってもよろしいのです。この原本の世に伝わるものは二十巻で、真の漢方の線ということになっております。漢方は、刀身の限定に仕えて著作郎となり、博覧狂気を持って聞こえた人で、他に新記という歴史も書いております。 ただし、今日になりますと、漢方が送信記を書いたのは事実であるが、その原本は世に伝わらず、普通に流布するものは偽作である。たとえ全部が偽作でなくても、他人の筆が混じっているという説が唱えられております。これは、新朝初期の学者たちが言い出したものらしく、また一方には、たとえそれが漢方の原本でないとしても、 陸朝時代に作られたものに相違ないのであるから、後世の人間がいい加減にこしらえた偽作とは、その価値が大いに違うという説もあります。こういう難しい選索になりますと、戦学の我々にはとてもわかりませんから、ともかくも昔から言い伝えの通りに、真の漢方の線ということにいたしておいて、すぐに本門の紹介に取り掛かりましょう。 首の飛ぶ女。真の時代に南方に楽島民という人種があった。その頭がよく飛ぶのである。その人種の集落に祭りがあって、それを中楽という。その中楽にちなんで、楽島民と呼ばれるようになったのである。五の将、主官という将軍が、 一人の下避を置いたが、その女は夜中に眠ると首が抜け出して、あるいは犬くぐりから、あるいは窓から出て行く。その飛ぶ時は耳を持って翼とするらしい。そばに寝ている者が怪しんで夜中にその寝床を照らしてみると、ただその胴体があるばかりで首がない。体も 常よりは少しく冷たい。そこで、その胴体に余儀を着せておくと、夜明けに首が舞い戻ってきても、余儀に支えられて胴に戻ることができないので、首はいくたびか地に落ちて、その息遣いも苦しくせわしく、今にも死んでしまいそうに見えるので、慌てて余儀を取りのけてやると、首は滞りなく元に戻った。 こういうことがほとんど舞を繰り返されるのであるが、昼の間は普通の人とちっとも変わることはなかった。それでも、鼻肌気味が悪いので、主人の将軍も捨て置かれず、ついに暇を出すことになったが、だんだん聞いてみると、それは一種の天性で、別に怪しいものではないのであった。この他にも、 南方へ出生の大将たちは、往々こういう不思議の女に出会った経験があるそうで、ある人は試みに銅板をその胴体にかぶせておいたところ、首はいつまでも戻ることができないで、その女はついに死んだという。角園、諸の西南の山中には一種の養物が住んでいて、 その形は猿に似ている。身の丈は七尺ぐらいで、人のごとくに歩み、かつよく走る。土地のものはそれを各国と言い、あるいは各園とも呼んでいる。彼らは山林の茂みに潜んでいて、往来の婦女を奪うのである。美女はことに目指される。それを防ぐために、 ここらの人たちが山中を行くときには、長い一条の縄を携えて、互いにその縄を掴んで行くのであるが、それでもいつの間にか、その一人または二人をさらって行かれることがしばしばある。彼らは男と女の匂いをよく知っていて、決して男を取らない。女を取れば連れ帰って自分の妻とするのであるが、 こう産まない者はいつまでも帰ることを許されないので、十年の後には形も心も自然に彼らと同化して、再び里へ帰ろうとはしない。もし子を産んだ者は母に子を抱かせて返すのである。しかもその子を育てないと、その母も必ず死ぬので、皆恐れて養育することにしているが、成長の後は、 別に普通の人と変わらない。それらの人間は皆「陽」という生を名乗っている今日諸の西南地方で「陽生」を呼ばれているものは大抵その陽物の子孫であると伝えられている琵琶旗後の石油三年高尚の農夫「陽卓」という者が 予兆というところまで出て行くと、途中で日が暮れた。一人の少年が琵琶を抱えてきて、陽の車に一緒に乗せてくれというので、承知して同乗させると、少年は車中で琵琶数十曲を弾いて聴かせた。陽はいい心持ちで聴いていると、曲終わるや、かの少年はたちまち鬼のような顔色に変じて、 目を怒らせ、舌を吐いて、うを脅して立ち去った。それからさらに二十里、っこ六丁一里、日本は三十六丁で一里。ほど行くと、今度は一人の老人が現れて、うの車に乗せてくれと言った。前に少しく懲りてはいるが、その老いたるを憐れんで、うは再び乗せてやると、 老人は、王海というものであると、自ら名乗った。要は、途中で話した。さっき、とんだ目に遭いました。どうしました鬼が、私の車に乗り込んで、琵琶を引きました。鬼の琵琶というものを、初めて聞きましたが、ひどく悲しいものですよ。私も琵琶をよく引きます。 言うかと思うとかの老人は前の少年と同じような顔をしてみせたので要は「あっ」と叫んで気を失った「都会」これも前の琵琶湖とやや同じような話である「義の高所年中にある人が馬に乗って遁宮の境を通ると 暗夜の道端に一つの怪しいものが転がっていた。形はうさぎのごとく、両眼は鏡のごとく、馬の行く先に踊り狂っているので進むことができない。その人は驚き恐れて、ついに馬から転げ落ちると、怪物は踊りかかって彼を掴もうとしたので、いよいよ恐れて一旦は気絶した。 やがて正気に戻ると、怪物の姿はもう見えないので、まずほっとして、再び馬に乗って行くと、五六里の後に一人の男に出会った。その男も馬に乗っていた。いい道連れができたと喜んで話しながら行くうちに、彼は戦国の怪物のことを話した。それは恐ろしいことでした、と男は言った。 実は私も一人歩きはなんだか気味が悪いと思っているところへ、あなたのような道連れができたのは幸せでした。しかし、あなたの馬は速く、私の馬は遅い方ですから、後先になって行きましょう。彼の馬を先に立たせ、男の馬が後に続いて、またしばらく話しながら乗って行くと、 男は重ねてかの怪物の話を始めた。その怪物というのはどんな形でしたうさぎのような形で二つの目が鏡のように光っていました。ではちょっと振り返ってごらんなさい。言われて何心なく振り返ると、かの男はいつの間にか以前の怪物と同じ形に変じて、 前の馬の上へ飛びかかってきたので、彼は馬から転げ落ちて再び気絶した。彼の家では乗り手がいつまでも帰らず、馬ばかりが一人戻ってきたのを怪しんで探しに来てみると、右の始末で、彼はように息を吹き返して、再度の回に脅かされたことを物語った。宿命。 陳中居がまだ立身しない時に、孔信という人の家に死宿していた。そのうちに孔家の妻が出産した。出産の当時、この家の門を叩く者があったが、家内の者は混雑に紛れて知らなかった。しばらくして家の奥から答える者があった。 客座敷には人がいるから入ることはできないぞ。門外の者は答えた。それでは裏門へ回って行こう。それぎりで、門道の声は止んだ。それからまたしばらくして、中の者も裏門へ回って帰ってきたらしく、他の一人が聞いた。生まれる子は何という名で、いくつの寿命を与えることになった。 名は度と言って、十五歳までの寿命を与えることになった、と前の者が答えた。どんな病気で死ぬのだ。兵器で死ぬのだ。その声が終わるとともに、あたりはまたひっそりとなった。陳はその問答を盗み聞いて、キーの間に打たれた。ことにその世生まれたのは男の子で、 その名をどとつけられたというのを知るに及んで、いよいよ不思議に感じた。彼はそれとなく皇家の人々に注意した。私は人相を見ることを学んだが、この子はゆくゆく平気で死ぬ層がある。刀剣はもちろん、すべての刃物を持たせることを慎まなければなりませんぞ。皇家の父母も驚いて、 その後は、用人に用人を加え、その子には一切の刃物を持たせないことにした。そうして、無事に15歳まで成長させたが、ある日のこと、棚の上に置いたのみが、その子の頭に落ちてきて、脳を貫いて死んだ。陳は後に、余生の大衆に栄心して、久しぶりで皇家を訪ねたとき、 まずかの子供のことを聞くと、彼はのみに撃たれたというのである。それを聞いて、ちんは探足した。これが全く宿命というのであろう。亀の目。昔、宋の香水がある日にわかにみなぎったが、ただ一日でまた元の通りになった。 その時に重量一万キともおぼしき大魚が港口に打ち上げられて三日の後に死んだので土地の者は皆それを割いて食ったその中でただ一人の老女はその魚を食わなかったその老女の家へ見知らない老人が訪ねてきたあの魚は私の子であるが 不幸にしてこんな災いに会うことになった。この土地の者は皆それを食った中で、お前一人は食わなかったから、私はお前に礼をしたい。城の東門前にある石の亀に注意して、もしその目が赤くなった時は、この城の陥没する時だと思いなさい。 老人の姿はどこへか失せてしまった。その以来、老女は毎日欠かさずに当門へ行って、石の亀の目に異常があるかないかを改めることにしていたので、ある少年が怪しんでその司祭を聞くと、老女は正直にそれを打ち明けた。少年はいたずら者で、そんなら一番、 あのばあさんを脅かしてやろうと思って、そっとかの亀の目に朱を塗っておいた。老女は亀の目の赤くなっているのに驚いて、早々にこの城内を逃げ出すと、誠意の同志が途中に待っていて、我は竜の子であると言って、老女を山の高いところへ連れて行った。それと同時に、 城は突然に陥没して一面の湖となった。もう一つそれと同じ話がある。真の思考の時、長水県に一種の動揺が流行った。五門に血を見りゃお城が沈む。誰が歌い出したともなしに、この歌がそれからそれへと広がった。 ある老女がそれを気に病んで、毎日その縄文を伺いに行くので、門を守っている将校が彼女を脅してやろうと思って、密かに犬の血を縄文に塗っておくと、老女はそれを見て驚いて遠く逃げ去った。その後へ、たちまちに大水が溢れ出て、城は水の底に沈んでしまった。 未検尺。その干渉、幕屋は、総王の命を受けて剣を作ったが、三年かかってようやくできたので、王はその遅延を怒って、彼を殺そうとした。幕屋の作った剣は死勇一対であった。そのできた時に、幕屋の妻は解任して臨月に近かったので、彼は妻に言い聞かせた。 私の剣の出来上がるのが遅かったので、これを持参すれば、王はきっと私を殺すに相違ない。お前がもし男の子を産んだらば、その成長の後に南の山を見ろと言え、石の上に一本の松が生えていて、その石の後ろに一振りの剣が秘めてある。彼は試験一振りだけを持って双王の宮へ出て行くと、 王は果たた。して怒ったかつ有名の奏者にその剣を見せるとこの剣は私有一対あるもので幕屋は有権を隠して私権だけを剣じたことが分かったので王はいよいよ怒ってすぐに幕屋を殺した。幕屋の妻は男の子を産んでその名を関と言ったがその眉間が広いので俗に 未賢弱と呼ばれていた。彼が壮年になった時に母は父の遺言を話して聞かせたので未賢弱は家を出て見回したが南の方角に山はなかった。しかし家の前には松の大樹があってその下に大きい石が横たわっていたので試みに斧を持ってその石の背を打ち割ると 果たして、一振りの剣を発見した。父がこの剣を我が子に残したのは、これをもって総王に復讐せよというのであろうと、未剣弱はその以来、密かにその機会を待っていた。それが総王にも感じたのか、王はあるよ。未剣の一尺ほども広い若者が自分を付け狙っているという夢を見たので、 千金の章をかけて、その若者を捜索させることになった。それを聞いて、未賢弱は身を隠したが、行く先もない。彼は山中をさまよって、悲しく歌いながら身の隠れ場所を求めていると、図らずも一人の旅人に出会った。お前さんは若いくせに何を悲しそうに歌っているのだ、とかの男は聞いた。 未見弱は正直に自分の身の上を打ち明けると男は言った。王はお前の首に千金の賞をかけているそうだから、お前の首とその剣とを私に譲れば、きっとあだを報いてあげるがどうだ。よろしい、お頼み申す。未見弱はすぐに我が手で我が首をかき落として、 両手に首と剣刀を捧げて突っ立っていた。確かに受け取った、と男は言った。私は必ず約束を果たしてみせる。それを聞いて、未賢弱の死骸は初めて倒れた。旅の男は、それからそうにまみえて、かの首と剣刀を剣じると、王は大いに喜んだ。 これは勇士の首であるから、このままにしておいてはたたりをなすかもしれません。湯釜に入れて煮るがよろしゅうござる。と男は言った。王はその優雅がままに未見弱の首を煮ることにしたが、三日を過ぎても少しもただれず、いけるがごとくに目を怒らしているので、男はまた言った。首はまだ煮えただれません。 あなたが自身に覗いてご覧になれば、きっとただれましょう。そこで王は自らその湯を覗きに行くと、男は隙を見てかの剣を抜き放し、まず王の首を煮え湯の中へ切り落とした。続いて我が首を跳ねて、これも湯の中へ落とした。未賢弱の首と、祖王の首と、かの男の首と、 それが一緒に煮えただれて、どれが誰だか見分けることができなくなったので、三つの首を一つに集めて葬ることにした。墓は俗に三王の墓と呼ばれて、今も女南の北、義春県にある。宗家の母。義の高所年中のことである。 生家の宋思想という人の母が夏の日に浴室へ入って家内の物を遠ざけたまま久しく出てこないので人々も怪しんでそっと覗いてみると浴室に母の影は見えないで水風呂の中に一頭の大きいすっぽんが浮かんでいるだけであったたちまち大騒ぎとなって大勢が駆け集まると 見覚えのある母のかんざしが、そのすっぽんの頭の上に乗っているのである。お母さんがすっぽんに化けた。皆泣いて騒いだが、どうすることもできない。ただその周りを取り巻いて泣き叫んでいると、すっぽんはしきりに外へ出たがるらしい様子である。さりとて、ったに出してもやられないので、代わる代わるに警護している間に、 ある時、万人の隙を見て、すっぽんは表へ這い出した。またもや大騒ぎになって追いかけたが、すっぽんは非常に足が速いので、ついに捕らえることができず、近所の川へ逃げ込ませてしまった。それから幾日の後、かのすっぽんは再び姿を現して、僧の家の周りを這い歩いていたが、またもや去って、 水に隠れた近所の人は僧に向かって母の喪服を着けろと勧めたがたとえ形を変じても母はまだ生きているのであると言って彼は喪服をつけなかった清流秦の時武都の古道に土徳の社というのがあってその社のほとりに 大きいあずさの木が立っていた。その文孔の二十七年、人を使わしてその木を枯らせると、たちまちに大風雨が襲い来たって、その切り口を融合させてしまうので、幾日を経ても刈り倒すことができない。文孔はさらに人数を増やして、四十人の卒に斧を取らせたが、 なお、その目的を達することができないので、卒もみんな疲れ果てた。その一人は、足を傷つけて宿舎へも帰られず、かの木の下に転がったままで一夜を明かすと、夜半に及んで何者か尋ねてきたらしく、木に向かって話しかけた。戦いはなかなか骨が折れるだろう。何 骨が折れるというほどのことでもない、と木の中で答えた。一人がまた言った。しかし、文孔がいつまでも強情にやっていたら、しまいにはどうする。どうするものか、根比べだ。そう言っても、もし相手の方で三百人の人間をチラシ紙にして、赤い着物を着せて、 赤い糸でこの木を任せて、斧を入れた切り口へ灰をかけさせたら、お前はどうする木の中では黙ってしまった。木の下に寝ていた男は、その問答を聞き済まして、明くる日それを申し立てたので、文庫は試みにその通りにやってみることにした。三百人の子卒が赤い着物を着て、 チラシ紙になって赤い糸を木の幹に巻きつけて斧を入れるごとにその切り口に灰を注ぐと果たして大樹は半分ほども打ち切られたその時一頭の青い牛が木の中から走り出て近所の放水という川へ踊り込んだこれで目的の通りにあずさの大樹を借り倒すことができたが 生牛はその後も放水から姿を現すので、騎士を使わして撃たせると、牛はなかなか勢い高くして勝つことができない。その戦いの間に、一人の騎士は馬から落ちてチラシ紙になった。彼はそのままで再び蔵にまったがると、牛はそのチラシ紙に恐れて水中に隠れた。その以来、 心では冒頭器というものを置くことになった。青い女。五軍の無釈という地には大きい湖があって、それをめぐる長い土手がある。土手を監督する役人は帝書といって、大雨のあるごとに破損の箇所の有無を調べるために、土手の周りを一巡するのを例としていた。 時は春の盛りで雨の降る夕暮れに彼はいつものように土手を回っていると一人の女が上下ともに青いものをつけて青い傘をいただいて後から追ってきた。もし、もし、待ってください。呼ばれて丁所は一旦立ち止まったがまた考えると今頃この寂しいところを 女一人でうろついているはずがない。おそらく妖怪であろうと思ったので、そのまま足早に歩き出すと、女もいよいよ足早に追ってきた。テイはますます気味が悪くなって、一生懸命に駆け出すと、女も続いて駆け出したが、テイの逃げ足が早いので、所詮追いつかないと諦めたらしく、女はにわかに身を翻して、 水の中へ飛び込んだ。彼は大きな青い川ワウソで、その着物や傘と見えたのは青いハスの葉であった。最邪気。東越の民中に妖霊という山があって、高さ数十里と言われている。その西北の海に長さ七八畳。 太さ、抱えもあるという大蛇が住んでいて、土地のものを恐れさせていた。住民ばかりか、役人たちも、その蛇のたたりによって死ぬものが多いので、牛や羊を備えて祀ることにしたが、やはりそのたたりは止まない。大蛇は人の夢に現れ、または巫女などの口を借りて、 十二、三歳の少女を生贄に捧げろと言った。これには役人たちも困ったが、何分にもそのたたりを沈める方がないので、よんどころなく罪人の娘を養い、あるいは金をかけて志願者を買うことにして、毎年八月の朝、一人の少女を蛇の穴へ備えると、蛇は生きながらに彼らを飲んでしまった。 こうして九年の間に九人の生贄を捧げてきたが、十年目には適当の少女を見つけ出すのに苦しんでいると、小楽圏のリタンというものの家には男の子が一人もなくて、女の子ばかりが六人ともに筒つつがなく成長し、罰子の名を木と言った。木はつりに応じて今年の生贄に立とうと言い出したが、 父母は承知「しなかった。しかしここのうちには男の子が一人もありません。厄介者の女ばかりです」と木は言った「私たちは親の厄介になっているばかりで何の役にも立ちませんからいっそ自分の体を生けにえにしてそのお金であなた方を少しでも楽にさせてあげるのがせめてもの孝行というものです。 それでも親たちはまだ承知しなかったが、強いて止めれば密かに抜け出して行きそうな景色であるので、親たちもついになくなくそれを許すことになった。そこで木は一振りの良い剣と、一匹の蛇食い犬とを用意して、いよいよ生贄に捧げられた。大蛇の穴の前には古い病があるので、 木は剣を懐にして病の中に座っていた蛇を食う犬はそのそばに控えていた彼女はあらかじめ数穀の米をかしいでそれに蜜をかけて穴の口に備えておくと蛇はその匂いを嗅ぎつけて大きい頭を出したその目は2尺の鏡のごとくであった蛇はまず その米を食い始めたのを見すまして、木はかの犬を消しかけると、犬は真っ先に飛びかかって蛇を噛んだ。彼女もその後から剣を振るって蛇を切った。さすがの大蛇も犬に噛まれ、剣に傷つけられて、数箇所の痛手にたまり得ず、穴から這い出してのた打ち回って死んだ。 穴へ入って改めると奥には九人の少女のドクロが転がっていた。お前さんたちは弱いからおめおめと蛇の生贄にえになってしまったのだ。かわいそうに、と彼女は言った。越の王はそれを聞いて木を兵して婦人とした。その父は将楽剣の県令に挙げられ。 母や姉たちにも褒美を賜った。その以来、この地方に幼者の憂いは耐えて、少女が蛇退治の顛末を伝えた歌謡だけが今も残っている。鹿の足。鎮軍のシャコンは病によって官をやめて余生に引きこもっていたが、ある時旅行して空き家に一泊した。 この家には妖怪があって、しばしば人を殺すと伝えられていたが、彼は平気で眠っていると、夜の思考、かっこ午前一時から三時、とおぼしき頃に、好意の人が現れて、外から呼んだ。ようよ、遠あけろ。ようよというのは彼のあざなである。こいつ化け物だと思ったが、 彼は恐れずに答えた。戸を開けるのは面倒だ。用があるなら窓から手を出せ。言うかと思うと、外の人は窓から長い腕を突っ込んだので、彼はすぐにその腕をひっつかんで、力任せにぐいぐい引きずり込もうとした。外では引き込まれまいとする。引きつ引かれつするうちに、 その腕は抜けて彼の手に残った。外の人はそのまま立ち去ったらしい。夜が明けてみるとその腕は大きい鹿の前足であった。窓の外には血が流れている。その血の跡をたどって行くと果たして一頭の大きい鹿が傷ついて倒れていた。これを殺して以来、 のの家に再び妖怪の噂を聞かなくなった。羽衣ょ少親友権のある男が田畑へ出ると田の中に六七人の女を見た』『どの女も皆鳥のような羽衣を着ているのである』『不思議に思ってそっと這いよるとあたかもその一人が羽衣を解いたので』 彼は急にそれを奪い取った。続いて他の女どもの衣も奪い取ろうとすると彼らは皆鳥に貸して飛び去った。羽衣を奪われた一人だけは逃げ去ることができなかったので男は連れ帰って自分の妻にした。そうして夫婦の間に三人の娘を設けた。 娘たちがだんだん成長の後、母は彼らにそっと聞いた。私の羽衣はどこに隠してあるか、お前たちは知らないかえ。知りません。それではお父さんに聞いておくれよ。母に頼まれて、娘たちは何気なく父に尋ねると、母の入れ知れとは知らないで、父は正直に打ち明けた。 実は、積み稲の下に隠してある。それが、娘の口から漏らされたので、母は、はごろものありかを知った。彼女は、それを身につけて飛び去ったが、再び娘たちを迎えに来て、三人の娘も、共に飛び去ってしまった。狸親父。真の時、 五皇の農夫が二人の息子を持っていた。その息子兄弟が他を耕していると、突然に父が現れてきて、死災もなしに兄弟を叱り散らすばかりか、果ては追い打とうとするので、兄弟は逃げ帰って母に訴えると、母はげんな顔をした。お父さんはうちにいるが、まあ、ともかくも聞いてみよう。 聞かれて父は驚いた。自分はさっきから家にいたのであるから、たやはたへ出て行って息子たちを叱ったり殴ったりするはずがない。それは何かの妖怪が俺の姿に化けて行ったにそういないから、今度来たらば切り殺せと言いつけたので、兄弟もそのつもりで刃物を用意して行った。こうして息子らを出してやったものの、 父もなんだか不安であるので、やがて後から様子を見届けに出て行くと、兄弟はその姿を見て刃物を取り直した。化け物め、また来たか。父は言い訳をする間もなしに切り殺されてしまった。兄弟はその正体を見極めもせずに、そこらの土の中に埋めて帰ると、家には父が 彼らの帰るのを待っていた。化け物目を退治してまずまずめでたいと父も息子らも皆喜んだ。化け物が父に返じていることを兄弟は悟らなかった。幾年か過ぎた後、一人の奉仕がその家に来て兄弟に注意した。お前たちのお父さんには 恐ろしい邪気が見えますぞ。それを聞いて父は大いに怒って、そんな奴は早速追い出してしまえと息子らに言いつけた。それを聞いて奉仕も怒った。彼は声を激しゅうして家内へ踊り込むと、父はたちまち大きい古狸きに返事て床下へ逃げ隠れたので、 兄弟は驚きながらも追い詰めて、ついに生け捕って撃ち殺した。不幸な兄弟は、この古だぬきにたぶらかされて、真の父を殺したのである。一人は、粉魂のあまり自殺した。一人も、大能のために病を発して死んだ。虎の難山 呂梁の祖役という婦人は、産婦の取り上げをもって世に知られていたが、ある夜外出すると、たちまち虎に加えて行かれた。彼女はすでに死を覚悟していると、行くこと六七里にして大きい塚穴のようなところへ行き着いた。虎はここで彼女を降ろしたので、どうするのかと思ってよく見ると、そこには、 一頭のメスの虎が難産に苦しんでいるのである。さてはと悟って手当てをしてやると、虎はつ,つがなく三頭の子を産み落とした。それが済むと、虎は再び彼女を加えて元のところまで送り返した。その後、幾度か祖駅の門内へ野獣の肉を送り込む者があった。 呪孝公。呪孝公は、漢の正体の時の人である。彼は、あらゆる鬼を祈り伏せて、よくその正体を見表した。その距離のある女が、陽身に取り憑かれた時に、呪は何かの法を行うと、長さ幾条の大蛇が門前に死んで横たわって、女の病はすぐに併有した。 また、大樹があって、人がその下にとどまると直ちに死ぬ。鳥が飛びすぎると直ちに落ちる。というので、その木には生があると伝えられていたが、樹がそれにも法を施すと、真夏にその葉はことごとく枯れ落ちて、やはり育条の大蛇が木の間にかかって死んでいた。小帝がそれを聞き伝えて、 彼を召し寄せて事実の有無を尋ねると、呪はいかにも覚えがあると答えた。実は宮中に妖怪が現れる、と帝は言った。五六人の者が赤い着物を着て長い髪を振りかぶって火を持って徘徊する。お前はそれを沈めることができるか。それは安いことでございます。 呪は受け合った。そこで、帝は自身三人に言いつけて、その通りの紛争をさせて、夜更けに宮殿の下を往来させると、呪は型のごとくに法を行って、たちまちに三人を地に伏した。彼らは気を失ったのである。まあ待ってくれ、と帝も驚いて言った。 彼らは誠の妖怪ではない。実はお前を試してみたのだ。殺してくれるな。呪が法を解くと、三人は再び正気に帰った。天使。美塾は東海の区というところの人で、先祖以来、家食の道にたけているので、家には巨万の財を蓄えていた。 ある時彼が落葉から帰る途中、我が家に至らざる数十里のところで、一人の美しい花嫁風の女に出会った。女はその車へ一緒に乗せてくれと頼むので、彼は承知して乗せて行くと、二十里ばかりの後に女は礼を言って別れた。その時に彼女はまたこんなことを囁いた。 実は私は天の使いで、これから東海の美塾の家を焼きに行くのです。ここまで乗せてきてくだすったお礼に、それだけのことを漏らしておきます。美は驚いて、何とか勘弁してくれるわけには行くまいかと、しきりに嘆願すると、女は考えながら言った。何分にも私の役目ですから、 焼かないというわけにはいきません。しかし、せっかくのお頼みですから、私は静かに行くことにします。あなたは早くお帰りなさい。日中には必ず火が起こります。彼は慌てて家へ帰って、急に火災を運び出させると、果たして日中に大火が起こって、一家たちまち全焼した。 邪子。慶応郡に寮という一家があって、代々一種の古術を行って財産を作り上げた。ある時その家に嫁をもらったが、古術のことを言えば恐れ嫌うであろうと思って、その秘密を漏らさなかった。そのうちに家内の者は皆外出して、 嫁一人が留守番をしている日があった。家の隅に一つの大きい亀が据えてあるのを嫁はふと見つけて、試みにその蓋を開けて覗くと、中には大蛇がわだかまっていたので、何にも知らない嫁は驚いて、慌てて熱湯を注ぎ込んで殺してしまった。家内の者が帰ってから嫁はそれを報告すると、 いずれも顔の色を変えて驚き憂いた。それからしばらくのうちに、この一家は疫病にかかってほとんど死に絶えた。ケラ。ロリの大衆、老貴の家では、ケラを祀ることになっている。何故にそんな虫を祀るかというに、幾代か前の先祖が、 何かの巻き添えで極夜に繋がれた。身に覚えのない罪ではあるが、拷問のせめくに耐えかねて、ついに副罪することになったのである。彼は無罪の死を嘆いているとき、一匹のケラが自分の前を這い歩いているのを見た。彼は勇苦のあま,まりに、この小さい虫に向かって愚痴を言った。 お前に礼があるならば、何とかして私を救ってくれないかなあ。食いかけの飯を投げてやると、ケラは残らず食っていったが、その後再び吐い出してきたのを見ると、その形が前よりもよほど大きくなったようである。不思議に思って毎日必ず飯を投げてやると、ケラも必ず食っていった。そうして、 数十日を経る間に虫はだんだんに成長して犬よりも大きくなった。刑の執行がいよいよ明日に迫った前夜である。大きい虫は極夜の壁の裾を掘って人間が這い出るほどの穴をこしらえてくれた。彼はそこから抜け出して一旦の命を生き延びてしばらく潜伏しているうちに はからずも大社にあって、晴天白日の身となった。その以来、その家では代々その虫の祭祀を続けているのである。父母の霊龍魂はあざ名を訓安と言い,い、長安の人である。漢の制定の時にスーザンに入って偉人に戦術を伝えられ、 ついにその秘訣を得て、心のままに鬼を使うことができるようになった。英仙の大主、四季という人がそれを聞いて、彼は養蜂を行うものであると認め、役所へ呼び寄せて成敗しようと思った。召されて竜が出頭すると、大主は厳ごそかに言い渡した。 気候はよく人に鬼を見せるというが、今私の目の前へその姿をはっきりと見せてくれ。それができなければ、経陸を加えるから覚悟しなさい。それはわけもないことです。竜は大衆の前にある筆や硯を借りて、何かのお札を書いた。そうして、机を一つ叩くと、たちまちそこへ、 五六人の鬼が現れた。鬼は二人の囚人を縛ってきたので、大使は目を据えてよく見ると、その囚人は自分の父と母であった。父母はまず龍に向かって謝った。小せがれ目が飛んだ無礼を働きまして、何とも申し訳がございません。彼らはさらに、 我が子を叱った。貴様は何という奴だ。先祖に光栄を与えることができないばかりか。かえって神仙に対して無礼の罪を重ね、生みの親にまでこんな難儀をかけるのか。大使は実に驚いた。彼はにわかに竜の前に頭をすりつけて、無礼の罪を泣いてわびると、竜は黙って、 どこへか立ち去った。無機論源泉はあざなを千里と言い平素から無機論を主張して鬼などというものがあるべきはずがないと言っていたが誰も正面から議論を試みて彼に勝ち得るものはなかった源も自らそれを誇ってこの断りを持って押す時は 世に、勇と名と二つの境があるように伝えるのは誤りであると唱えていた。ある日、一人の見知らぬ客が玄を訪ねてきて、方のごとく時効の挨拶が終わった後に、話は鬼の問題に移ると、その客も大いに裁弁のある人物で、この世に鬼ありと言う。玄は、 英の無機論を主張し、互いに激論を戦わしたが、客の方がついに言いまかされてしまった。と思うと、彼は怒りの色を表した。化身のことは古今の聖人賢者も皆言い伝えているのに、貴公一人がないと言い張ることができるものか。論より証拠、私がすなわち鬼である。彼は、 たちまち異形のものに返事て消え失せたので、ゲンは何とも言うことができなくなった。彼はそれから心持ちが悪くなって、一年余りの後に病死した。番子。高心心の時代に、王宮にいる老婦人が久しく耳の病にかかって医師の治療を受けると、 医師はその耳から大きな眉のごとき虫を取り出した。老婦人が去った後、さごの牡蠣で囲って蓋をかぶせておくと、虫はにわかに変じて犬となった。犬の毛皮には五色の綾があるので、これを宮中に養うこととし、ひさごと蓋とにちなんで万古と名付けていた。その当時、 十五というエビスの勢力が盛んで、しばしば国境を犯すので、諸将を使わして政党を試みても、容易に打ち勝つことができない。そこで、天下に触れを回して、もし十五の将軍の首を取ってくる者があれば、千金の金を与え、万古の村を与え、さらに王の少女を賜るということになった。 やがてンコは一人の首をくわえて王宮に来た。それはかの十五の首であったので、王はその処分に迷っていると、家来たちは皆言った。たとえ敵の首を取ってきたにしても、蛮子は畜類であるから、これに貫禄を与えることもできず、姫君を賜ることもできず、どうにも致し方はありますまい。 それを聞いて少女は王に申し上げた。十五の首を取った者には私を与えるということをすでに天下に公約されたのです。万古がその首を取ってきて国のために害を除いたのは天の命ずるところで犬の知恵ばかりではありますまい。王者は元をおもんじ、白者は真をおもんずと申します。 女一人の身を惜しんで天下に対する公約を破るのは国家の災いでありましょう。王も恐れてその言葉に従うことになった。約束の通りに少女を与えると犬は彼女を伴って南山に登った。山は層木を生い茂って人の行くべきところではなかった。少女は 今までの衣装を解き捨てて、癒しいぬぼくの服を着け、犬の導くままに山を登り、谷に下って、石室の中に留まった。王は悲しんで、時々その様子を見せにやると、いつでもにわかに雨風が起こって、山は古い、雲は暗く、無事にその石室まで行き着くものはなかった。 それから三年ほどの間に、少女は六人の男と六人の女を産んだ。彼らは木の皮を持って衣服を織り、草の実を持って五色に染めたが、その衣服の立ち方には尾の形が残っていた。万古が死んだ後、少女は王城へ帰ってそれを語ったので、王は使いをやって、 その子供たちを迎え取らせたが、その時には雨風のたたりもなかった。しかし、子供たちの服装は異様であり、言葉は通ぜず、行儀は悪く、山に住むことを好んで都を嫌うので、王はその意に任せて、彼らに良い山や良い沢地を与えて自由に住ませた。彼らを呼んで万意と言った。 金龍池。真の海底の栄華年中に、関音という老女が、の中で大きい卵を見つけた。拾って帰って育てると、やがて男の子が生まれて、そのあざ名を決児と言った。決児が四歳の時、龍園が平洋の城を築いたが、どうしてもできない。そこで、 生をかけて築造術の達者を募ると、血児はその募集に応じた。彼は返事で蛇となって、関音に灰を用意しろと教えた。私の張ってゆく後に灰を撒いてくれば、自然に城の縄張りができる。関音はその言う通りにした。流炎は怪しんで血児を捕らえようとすると、 蛇は山の穴に隠れた。しかもその尾の端が五六寸ばかり現れていたので、追手は剣を抜いて尾を切ると、そこからたちまちに泉が湧き出して池となった。金流池の名はこれから起こったのである。八丁維持。三国の五の孫休の時に、 一人の受賞が校領を守っていたが、城の修繕をするために付近の古い塚を掘り返して石の板を集めた。見当たり次第にたくさんの塚をぶち壊しているうちに、一つの大きい塚を暴くことになった。塚のうちには幾町の核があって、その扉は皆回転して開閉自在に作られていた。 四方には車道が通じていて、その高さは牙の人も往来ができるほどである。他に高さ五尺ほどの道人が数十も経っていて、いずれも首位、大観、剣を取って整列し、その後ろの石壁には、電中将軍とか、次郎常時とか彫刻してある。それらの護衛から想像すると、 定めて由緒ある高校の塚であるらしく思われた。さらに正面の棺を破ってみると、冠中の人は髪がすでに反白で、衣装鮮明、その僧帽は生けるがごとくである。棺のうちには厚さ一尺ほどにキララを敷き、白い玉三十個を死骸の下に置き並べてあった。 兵卒らがその死人を書き出して、後ろの壁に持たせかけると、灯火のような大きい玉がその海中から転げ出したので、驚いてさらに検査すると、死人の耳にも鼻にも、夏目の実ほどの黄金が詰め込んであった。次も墓嵐の話。菅の光線王も墓嵐を好んだ。ある時、 乱所の塚を暴くと、棺も細具も皆口破れて、何者も余されていなかったが、ただ一匹の白い狐が住んでいて、人を見て驚き走ったので、王の左右にある者が追いかけたが、わずかに矛を持ってその左足を傷つけただけで、ついにその姿を見失った。その夜、王の枕元に、 ひげも眉もことごとく白い一個の上布が現れて、お前はなぜ俺の左の足を傷つけたかと責めた上に、もったる杖をあげて王の左足を撃ったかと思うと、夢は覚めた。王は撃たれた足に痛みを覚えて一種の悪壮を生じ、いかに治療しても一生を終わるまで併誘しなかった。 の瓜三国の五の時、徐皇というものがあって、市中へ出て、手術の術を行っていた。ある日、ある家へ行って、瓜をくれと言うと、その主人が与えなかった。それでは、瓜の花をもらいたいと言って、地面につえを立てて花を植えると、たちまちにつるが伸び、 花が開いて実を結んだので、女は自分も取って食い、見物人にも分けてやった。売りや金土がその後に残った売りを取って売りに出ると、中身は皆空になっていた。女は天候を占い、出水や日照りのことを予言すると、皆的中した。かつて大将軍孫林の門前を通ると、 彼は着物の裾を掲げて左右につばしながら走り抜けた。ある人がその死祭を尋ねると彼は答えた。一面に血が流れていてその匂いがたまらない。将軍はそれを聞いて大いに憎んでついに彼を殺すことになった。女は首を切られても血が出なかった。 将軍は後に妖廷を拝して、さらに警邸を擁立し、それを先帝の御捧げに報告しようとして、門を出て車に乗ると、にわかに大風が吹いてきて、その車を揺り動かしたので、車は危うく傾きかかった。この時、かの女皇が松の木の上に立って、笑いながら指図しているのを見たが、 それは将軍の目に映っただけで、そばにいる者には何にも見えなかった。将軍は警邸を立てたのであるが、その警邸のためにたちまち中せられた。